結界が消えている。お師匠様が危ない。こいつらじゃねえ、もっとやべえのが来てやがる。
性に攻めかかれ。
このグルンベルド、鷹の団の一武人として黒い剣士に一騎打ちを所望する。何、今こいつなんて鷹の団だと。参る。どの口でほざきやがる。貴様らがどの口で鷹の団だと。何だ、何の抵抗もせずに吹き飛ばされるのみではないか。なんて一撃だ。波状ついても打ち込まれたみてえだ。人の姿のままだってのに力は波の使徒以上。シール家、よくお聞きなさい。我がマナ弟子よ、あれの黒い剣士が。あれってまさか。それよりこのままではお師匠様が。あなたには分かっていたはず。その時が来たのです。人が時の断りを超えて生きながらえることがいかに罪深きことか、魔術師のあなたになら分かるはずです。でもやっぱり寂しいです。私、日だまりの元の膝枕もゴーレムたちとの午後のお茶もみんな亡くなっちゃう。燃えてしまう。おい、どうすんだよ。このままじゃ。宝物庫へ向かいます。そこにガッツさんに渡さなければならないものが。あの人が私の運命なのかどうか私には分かりませんけれど、今あの人を救えるのは魔術師の私だけ。レイジュの森の魔女フローラの弟子である私だけなのだもの。戦士として我が戦鎚にてほふるにはあたわぬ。木っ端となりて懺悔せよ。やられる。ガッツさん、シールか。